はい、始まりました。しゅうちゃんオートです。やってまいりました SG オールスターですね。今日は川口オートレース場に来ております。はい、ここから、ね、5日間、毎日行きたいなというふうに思っております。今日もですね、ライブの方で、お届けできればなというふうに思ってますので、ぜひですね、皆さん最後まで、ゆっくり見ていただきたいというふうに思っておりますので、お付き合いよろしくお願いいたします。やっぱり福永、
谷津を埋めていくんだ。どうした？3番対4番の谷津刑事スタートを決めています。そこに5番の小林瑞稀、さあ小林が詰めてくるか、4番谷津を捉えることができるか。先ほどのターン厳しいになりました。4番の谷津が進んでいます。厳しいか、やっぱこれ追うと大変だわ。後ろが接近します。ややコーナーが膨らんでいる1番の片野ですが、なんとか先頭を守っています。下に2番手、やばい、リサの頭かもしれないこれ。強襲する。さあ平川か松山か、最後は並んでいる大川、3番手平川か合輪。結局何だったの、見てなかった。24か14か14か。でも平川選手を頭で見てる。ないんだね、あそこにね。止めるでしょうと思ったけど。頑張れ。打撲ぐらいで済んでくれりゃいいけど。頭で逃げてほしい。田口健、4番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 、
ゲルも来てる。ここは20戦の攻めが早かった。5番の三浦先頭、4番の永田が2番手、3番手が8番の木村、そして中段の水は7番の高橋宏太郎さんの友人。残りは3周回、ここは啓発勢後方に一気に下がりました。先頭5番の三浦航平氏と4番の永田貴教が現在2番手。昨日のミッドナイトの弟から大きな刺激を受けている4番の永田貴教、1番の武藤選手、あとは、4番の広和、あとは黒川選手ですね、スタートいければ勝てる。武者いけ、ドンドン、武者いけ、とりあえずやっぱり広和に行かれた。広和に行かれた。武者残せ、武者残せ。うわ、2にやられた。マジか。篠原来てる。8番の篠原、6番手。うわー、マジか。内山が最高峰となりました。一番の動画下がってきまして、篠原がスパイク。和樹が残ってる。7番の内山、先頭4番の鈴木に出しましたが、2番の花田も食らいついております。先頭2番手の差はわずかとなっています。上位は浜松への引っ張り、3番手5番の黒川京介。前の2人浜松への仕掛けられるかどうか、5番の黒川です。4番手は3番の鈴木。黒川やんないな。レースは中盤戦です。4番の末広和、ペースはどうでしょうか。総タイムは36でした。2番の花田、ついていってるだけだな。3番手5番の黒川京介、3、4コーナーで仕掛けの体勢か。2番の花田も後ろに来たと見ていますが、まだ攻められません。変化2周回、体勢に変化がないまま周回数を重ねています。5番黒川の後ろじわっと来ています。3番の鈴木聡太、さらには7番の内山。黒川やんねえや。前の体勢変化ありません。4番の末広和が最終周回です。さあこのままゴールを迎えるんでしょうか。内山が4番手を伺いますが、3番鈴木聡太が抑え込んでいきました。先頭は鈴木聡太、スタート先頭から抜け出して2番の花田の追撃、振り切ってゴール。1番の鈴木明夫のコンビ
あとは藤岡選手、あとは、ベトミ578、こちらで買いました。578スタートで後ろかけ、神谷田が行った。やっぱり一応行った。うわー、あれだと高谷来れねえなー。神谷田飛んだ、神谷田飛んだ。うわー、きついな。
さん来い。やや膨らんでいるのも。そうだ岡本さん来い。泉田がどうやら突破か。そうだ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 。よし早めに叩け。やべえ久門来てる。久門は頑張んなくて2着まで。頼む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 。浮かべこい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 。浮かべこい浮かべこい。やべえ7が来た。うわ7が来た。うわいやー岡本さん入れ頑張れ。まだチャンスあるチャンスあるチャンスある。いけ岡本いけ。入れねえか。もう一回入れもう一回入れ。岡本さん入れ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 。ダメだ外行っちゃった。頑張れ！
入れないか。うわー、水が速い。掃除ですね。ここの通路だけ、一通りありました。一番奥までですね。まあ、これでだいぶ綺麗になりました。はい、まだね、こういう取り切れないところやっぱりあるんですけど、まあ、こういったところはもう専門の方に任せるしかないかなと思います。ね、こうやってソウルの方でも結構こうやって皆さんやってますんで、でもやっぱり綺麗な方がいいですよね。はい、ということで本日はシューチャンオートですね。川口オートレース SG のね、オールサロオートレースの初日をお送りさせていただきました。ぜひですね、皆さん、ね、あのオートレース場を来て、楽しんでいただければなと思いますのでね、あの観客が5000人までということなんで、その辺のところはご注意してください。ということで本日もですね、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。